ボール気味のフォーク。おお。はい、ごきげんよう。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber 嘆きのアリアです。さあ、今回もですね、こちらパワフルプロ野球2020やっていきたいと思います。前回ですね、パワフェスモードの一番最初の冒頭部分で終わってしまったんですが、今回からはいよいよね、試合をやっていきたいと思います。まあまだザコザコチームなんでね、なるべく弱い相手と戦って、なるべく強い人を引き抜きたいという感じでございます。では試合スタート。どのチームを対戦相手に選ぶのか。ドスコイ酒造、パワフォー大学、パワフル高校、大体パワフル系ですね。ダン&ジョン。あー、なるほど、加入条件がもう決まってるんだ。はいはいはい、勝てば3人加入。まあぶっちゃけ分かりませんね。どこ行きましょうか。まあジャスミンが一番あれなんですけど、可愛いんですけどジャスミン行きますか。3点以上つければいいんでしょう。よし、いける。ジャスミン行きましょう。セントジャスミン、パワフェイス1スカイアリーナ。今回は球場は一つなんですね。ウィジン、ふう、立川さん、まだ大丈夫。テントジャスミンの一人やんす、一人やんす。こんにちは、高橋です。高橋アリアです。立川さん、肩を怪我してない、大丈夫。そんな一発で見抜くだなんて、噂通りのすごい球。おお、変なこと言ってごめんよ。こっちも負けるわけにはいきませんね。3点差つけて勝ちますよ。自分の力を信じるのみ。まあアイテムは別に持ってくものはないので。運命のルーレットタイム。今回は条件は別に決めなくていいから、そうですね、先行高校 DH しか決めないんですね。ではでは、ほっ。先行高校の方が良かったな。はい、ではオーダーは特にゴニョゴニョする必要もあるまいて。あー、弾道さん、うん、4番矢部くんかな。4番矢部くんとはだいぶだいぶ。さあ行きましょう。おお、すごい、めっちゃ歌ってる、めっちゃ歌ってる。へえ、いいですね、盛り上がりますね。おお、そんなところで飛んだ。いや、もうやりたい放題してますね。ミスったら落ちてやばいことになりますよねはい、ギリシャを目指すサビ。よし、負けられない。帽子の質感がだんだんリアルになってってる気がする。さあ、あー、いい匂いしそうですね、いい匂いしそうですね。よし、セントジャスミン負けられない。3人仲間に入れたいですね。てーん、負けられません。さあ2020のね、最初の野球ですよ。先攻めですね、先行ですからね。はい、立川さん負けられません。あ、このアングル嫌いはい、これがいいです。さあ、おお、いきなりサードフライに倒れましたが、あ、ダッシュ、あ、ダッシュゲージ出るようになったんですね。今までも LR で上がってましたけど。スクリュー、嫉妬、あ、どの球を嫉妬したかも出るようになってる。これはボール。さあ、パワー F だとね、どうせ狙ったところでホームランは打てないので、パワー D は欲しいですね。うん、今のはストライク。さあ、追い込まれましたが、ほっ。よし、別にダッシュする必要もあるまいて。さあ、いい感じに先制のランナーが出ましたが、これはいける。ファウルか。盗塁したところでな、カーブはあんまり打ちたくないですね。ふっ。引っ掛けた。はい、セーフです。さあ、4番、スター矢部。
ここはホームランを決めていただきたい。これはボールですね。さあどう来る。はい、うーん、でもこれは前でしたね。はい、当たりは良かったんですけど。さあ初回から点は取れませんよ。そうそう、さあ、お、かっこいい。うん、キャプテンいいですね。フォークしか投げられませんけど。投球練習などいらぬ。ホムラちゃん、実家がバッティングセンター。さて、おお、いきなり強振で攻めてくる。あ、これデフォルトダブルピッチになってるから。あー、やっぱりナイスピッチしていかないとですね。慣れない慣れない。ふっ、遅っ遅っ、守備悪っ。いきなり先制ランナーが出てしまった。まあそうですよね。うーん、無理、この守備力じゃ無理。ピッチングが今までみたいにゲージが出ないので、出ないかな、出せないかな。投球投げるだけ、二通し。あれ、ノーマルだ。二通しで外した。ふう、ツーストライクか。一球ボールで。おお、嘘でしょ。なんといきなりやばいですね。嫉妬。ミオちゃんはパワーがありますからね。あー、二通しがうまくいかない。ボール気味のフォーク。おお、初回で負けるかもしれませんまで綺麗にいかれました。さあ逆転していかないと。おお、満塁だ。いきなりワンアウト満塁。ふむ、ここは打ちたい。ここはもうミートで狙っていきますか。あ、それそれとか、今のチェンジアップっぽい感じでしたけど。ボール、よし、押し出しでもいいんですよ。ふっ、うーん、いったが、どうだ、ダメだ、足遅い。タッチアップできませんね。さあどうする。ヒットが打ちたい。これはいったでしょ。いやでも三塁ランナーは書いてない。まずは1点、ちょっとずつ返していきましょう。カーブはあんまり打たない方がいいですね。スクリューか。カーブとスクリュー持ってるから立川さん強いんですよね。これボール、顔はいけません。うーん、ファール。ほっ、引っ掛けた。いける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 。あ、足遅い。1点しか取れませんでしたか。ちょっと石膏でしたね。あ、攻撃だけに専念させてくれる。ピッチングな、二通しじゃない方がいいかもしれないですね。あー、ダメだ、打てない。久々パワープロやるの久々だからな、全然打てなくなってますね。やばいやばいやばい、一気に5回まで来ちゃってますよ。立川さんのスタミナも半分ぐらいか。ふむ、これはやばいですね。よし、とりあえずヒット。着実に2点返していかないといけないので。ふっ、よし、いいですよ。ど真ん中に投げてくるのはナメペですね。矢部くん、うーん、これはダメだ。3塁までいけるかな、これ。あ、ダメだダメだダメだ、押すぞ。タッチアップすらできませんね。これはもう普通に堅実にヒットでやっていくしかないな。今のもったいなかったですね。さーて、ミートちっちゃいな。ほっ、よし。でもこれでも帰れないんだよな。シングルヒットで帰ってこられないのだいぶしんどいな。これは手を出せない。ボールですね。さあこれもボール。おっと、嫉妬してきた。これボールですね。
押し出しでもいいんですよ。ね、いけるいける、ポテレ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 ポテらない。うーん、7回まで来てしまいましたね。でも立川さんが降りてくれれば、正直もうちょっと、あー引っ掛けた。矢部くんならいける、矢部くんならいける、ファインプレイ。1点返したいな。おお、いいところに、インロー、いいところに入れてくる。あー、スクリュー、やばい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 。1回戦で負けるのはちょっとシャレになりませんよ。さあ、よし、すくい上げた。よし、これは強いとかだとね、取られてましたけど、多分コムのレベルが弱いなので、ギリギリなんとかなりましたね。ね、あ、なんか戻ってるし、なんか戻ってるし、どっちにしろアウトだったからいいや。さあ、こっからですよ。ピッチャーを引きずり下ろせば。ああ、早すぎた。今のカーブとシンカーはなるべく、スクリューか、なるべく手を出したくない。うん、ボール、よし。これはダメだ。よし、すくい上げた。いいですね、いいヒットですよ。さあ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 、チャンスです。あ、うん、もうちょっと攻めてな、パワーがあれば。これはボール。スタミナも多分次のバッターで切れるでしょう。うお、シュートか。あ、いいです、いいです。うん、無理だな、帰ってこられないな。ピッチャー変わるか、変わらない。あー、スクリュー、よし、これはいいでしょう。もう一人帰ってこられるはず。二塁がやばい、二塁がやばい、二塁がやばい。よし、逆転。あ、ここでピッチャー降りましたね。はい、これはヒットでしょう。ピッチャーが降りてしまえばこっちのものです。6番バッターが打席に入ります。ランナーを進められるか。はい、うん、立川さんに比べたらなんと、おお、いけ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 、これダメだ。あ、行っちゃった方が良かったかもしれない。ほい、あー、これは真正面でした、ね、あと1点欲しいな。3人取れるチャンスが欲しい。うん、真正面か、真正面だ。うーん、まあよしとしましょう。さあ、最終回バッキリ抑えますよ。ほい、コントロールがいまいち定まらない。打たれた、めっちゃ綺麗に打たれた。ストライクで攻めすぎましたかね。おい、あー、インローシュート、インハイ、ボール、釣り玉。あー、振りました。コムはここが弱いんですよね。はい、ゲームセット、勝ちました。お、解説してる。でーん、ヒロイン、いい戦いでしたね。ホームラン打たれた時はビビりましたけど。はい、1回戦大勝利です。響きの穴によるヒーローインタビューが始まっていますが、お立ち会いはチャレンジャーズキャプテン、そしてセントジャスミン学園の立川ひろみ。うん、立川さん仲間にできればだいぶ違いますしね。あとは誰を仲間にするかですけど。次は2回戦、今日の勝利で勢いをつけることはできるでしょうか。再び面白い、うん、ボロボロでしたけどね。実況、あつ森さん、ありがとうございます。お疲れ様。お、レベルが上がる。てんてん、経験値がいっぱいもらえた。矢部くんレベル上がってない、まいったな。はい、もちろん仲間になってくれるとありがたい。2人目、あ、いつもの面々ですね。じゃあやっぱキャッチャーですかね。
うん、そうですね。小高さん持ってると、セカンドショートも、キャッチャーがこの後ね、来た時も使えるので、じゃあ小高さんで。繊細なリード、お願いします。てーん。おお、メダル。ピーン。シンガポール上空。おお。あ、ちゃんと、そんなところになんか撃墜されそうな感じですけど。探索タイム。開幕戦お疲れ様でした。ありがとうございます。頑張ります。はい、自由時間ですよ。またなんかコンボイベントとかが使えるんでしょうね。パワーペイ。キャッシュバックキャンペーン。ほーん。いろんなものが。ピュー。うちの矢部くんが。メインロビーしか行けない。パワーフェイス1。マッサージチェア。お、やる気が上がるかな？ピン。お、やる気が2上がるのは助かりますよ。いろんな施設もある。まあ、いつものごとくあれでしょうね。行くたびに増えていくんでしょうね。勝つたびに行けるところも増えていくのでしょう。ムード丸。浮上した。さあ。次の対戦相手はどこになるのか。場内放送。おお、ジュリアスさん。チャレンジャーズは勝ちました。はい。ドスコイ酒造負けました。雑用をこなしていただきましょう。そうなるんだ。パワフォー大学も負け。パワフル高校は勝ったってことですかね。あ、勝ったんだ。OB 選手が加入します。鮫島選手。ああ、だんだん強くなっていくんですね。熱帯低気圧、台風的な感じですね。ハラペーニョのように苛烈に。はい、2日目。お、台風ですね。ニュース速報。うーむ。とりあえず能力値を上げたい。変化球を覚えたいですね。でもスライダー上げたら、フォーク上げたらもう、ないですね。まあ、高速スライダーでも覚えときますか。と、あと、何はなくとも、スタミナをもうちょっと上げないことには、コントロールも上げておきましょう。球速はいいや。よし、とりあえずこれで、よかばい。立川さん、確かサードできましたよね。うん。普通の選手よりは、マシ。で、小高さんがキャッチャーなので、そうですね。うん、だいぶマシ。あ、でも、他の子たちもちょっとずつ成長してる気がする。助かる。これは助かる。全く成長しないより助かる。よし。ではではね、今回は第1回戦クリアしたというところで終了とさせていただこうかなと思います。次回、2回戦に駒を進めて、またね、熱い戦いを繰り広げてまいりますわよ。ではでは、嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。